5秒前、4、3、2。11番、エルム。エルムの感情はプレッシャーに潰れてしまっているというものです。何か大きな責任感や義務感を感じたときに、それが大きな負担となり、本来できることもできなくなってしまう。自信を失っている状態で、学校に行きたくない、会社の仕事がつらい、などの訴えにつながります。家事や育児などにも活用できます。勉強や稽古ごと、トレーニングなど、プレッシャーを感じる場面にも使っていただけます。レメディを使用することで、まずは強すぎるプレッシャーや緊張感を解きほぐし、ニュートラルな状態になれることでしょう。リラックスした状態で物事にもう一度臨むことができるでしょう。人によっては深いリラックス感から眠くなることもありますので、ブレンドボトルにお使いになるときはお気をつけください。11番エルムでした。